ミクシーどこやった？あった。こんばんは。わざびったありがとう、かわいこ発見ありがとう、沼にはまりに来ましたありがとう、こんばんは。うん、あ、長野県遊びに行きましたよ、楽しくですって。あ、本当ですか、いいですね。よし、こんばんはですね、みんな来てくれてありがとう。やあはるちゅん、やっほー、こんばんはです。あ、はるかが好きだってありがとうございます。こんばんは、みんなこんばんは、ね、肩のところかわいいでしょこれ。こんばんは、かわいこ発見ありがとう。新幹線で新潟向かってるって、あ、気をつけてきてね、ありがとう。なんか声がガサガサ。可愛く発見ありがとう、こんばんはです。みんな可愛く発見ありがとう、こんばんは、いっちゃん可愛いってありがとうございます。明日寒いから暖かい服装で会いましょうってね、明日ね寒いらしいですね、気をつけないと。こんばんは、体調悪くて死んでるので挨拶だけで失礼しますちゃんって、大丈夫大丈夫かい。うざびたありがとう。こんばんは。そういえば昨日キスダメのはるかちゃんの表情が大人っぽくて惚れたって、頑張ってみました。なんかちょっと表情でも納得いってない、あの頑張ってます、あのどうやってセクシーになれるか、ね、どうすればいいんだ。お休みはいかがお過ごしでって、お休みはですか、今日はバスケ見てた。うざびーたありがとうね、アルビビビーさん。でもはるちゃんはあのもし応援隊長にあの何はあのじゃなくなったとしても、これからも会場行って応援するので、皆さんも一緒に来シーズンも応援しましょう。ブザビートありがとう。明日雨なの？え、明日雨予報なんですか？雨女は私ですかね。あ、でもユーハも雨女って言ってた気がする。巻き込む、ユーハを巻き込む。ね、明日行くよってありがとう。なんかさ、もう目おかしくなってきた。ね、色っぽさ出てた？本当ですか？とてもセクシーでしたよってありがとう。ちょっと最近は
の角度が一番セクシーに見えるのかを研究してるんですよ恥ずかしい、なんかそれを言うのは。こんばんは、可愛い子発見ありがとう、相変わらず綺麗って。岡山から新潟県へ向かってるけど、やっと富山県なうって。あ、そうなんですかね、気をつけてきてくださいね、待ってます。こちらで、こんばんは、ね、前髪くるくるになるからラーメン無理無理って。わかります、私もさ、あのなんか湿気でね髪 やられる人間なので、前髪がどっか行っちゃう人間だから、ちょっと雨嫌いなんだよねめっちゃ。だから6月とかはもう最悪って思いながら過ごしてるね。梅雨だからね。また降ってきた、マジか。声出しはるちゃんですかってね、わかんない、なんか前はるちゃんだったけど、でもコールなんかはるかもあるんですよね、私わかんないですね、どっちなんでしょうか、ね、ちょっともう今日は目の調子が悪いですね、二重がどっか消えてる、奥二重になってきました。昨日最後、あ、そっか、昨日ね最後、あ、ランキング読めなくてすみません。ランキング読めなくてごめんね。自分の見せ方の研究大事だよって、ありがとう、頑張ります。可愛く発見ありがとう、こんばんは。毎日前髪の調子悪い、あーちゃんね毎日調子悪かったんだけど、最近なんかね美容室行って前髪切ってもらったら、なんか今調子めっちゃ良くなってきた、前髪なんかまっすぐじゃない、ね、やっぱりあれですね、自分で切るより美容師さんに切ってもらった方が前髪は良くなるっていうことを知れましたね。でも頻繁に美容室に行けないので、そんなあの私前髪のあの前髪伸びるの早すぎるので、1週間2週間でもう伸びちゃうので、だからあの自分で切り始めちゃうんですけど、もうすぐ、ね、あ、そうですね、あ、ね、あれですね、コールできるようになりますね、やっと、ね、緊張ですよ、皆さん来てね、劇場公演。次ははるちゃんは18日に出演なんですよ、なので、あ、でも今月もう土日緊急性公演なくて辛いんだけどって。確かに確かに、あ、そうですね、平日だね全部。こんばんは、うざびたありがとう、ね、はるちゃん元がいいからねって、ありがとうございますね、来てくれてありがとう。こんばんは、ヘッドスパイいた、何チャンチュン行こう、何だろうこれ、チャンチュン言いにくいねえねえ姉ちゃん、今日なんか目の調子悪いんだけど、なんでだと思う、可
本性もあるね。わかんない、目描きすぎたかもしれん。仕事辞めて18日行くかって大丈夫ですか、ね、仕事、お仕事は、ね、休もうか18日って。みんな休むんですか、みんな休んじゃう、ね、ぜひあのお暇な方、お時間がある方は来てくださいね、待ってます。18日以外もね、あの何日だっけ、そうだ、23ですね、あのと25、はるちゃん参加予定なので待ってます。6月まで待てない、やだやだやで、そうですね、先輩の生誕祭いいですね。平日むずい、今月行けないですか、やだ、みんなと会えなくなっちゃうの、やだんだけど、やだやだ。で、可愛く発見ありがとう、こんばんは。もう予定決まってて声投げれん。ね、みんな確かに ね確かに、でも予定しょうがないか、それは。でも寂しいぞ、よいしょ、みんなが来ないのは寂しいけど頑張ります。こんばんは、わわ、ちょっと待って、今ねなんか目もやばいから、よいしょ、沼にハマりに来ました、ありがとう、こんばんは。なんか目ね、もう乾いてるというか、もうわかんない、もう調子悪いですね。俺のコール聞きたいかってね、みんなコール聞きたいですね、一回。でもどこで、あのパーティーのどこでコールを入れるのか、どこなんですかね、どこ、声出しのタイミングが分からないですって。私もコールのタイミング分かんないですね、みんなが師匠なので。パティ見事に一つもいけないよってうそ、うん、ブザミットありがとう、カイコ発見ありがとう、ありがとう、やだやだやだな。今月ご飯、あ、後半だった、ご飯じゃない、木曜休みにしといてよかったって。休みなんですか、頑張って、頑張ります、頑張る。お主何か食べようとしてるなって。お主今日ね全然あれなんですよ、ご飯あの何、ご飯しか食べてない今日。でもね、それの時間、今日ねお寿司食べたの、お寿司ね、発声練習しとこう、はるちゃんもしとくね、今日目の調子悪いけど許して、ちょんまげ。でもなんかまつげの調子は相変わらずいいんですよ、湿気に負けてない。6月までに発声練習しておきますって。で、しとこう、一緒にフッフーって言うの、これ。なるほど、パーティー公演でコールするの初めて。え、私もさ、パーティー公演のコールはね聞いたことないんですよね。始まれば分かりますよ、楽しみにしといてって、しばらく行けない人が言うのって。でも私あの次の公演はお休みなので、だから私聞けないんですよね最初
え、なに？なっちゃん、なっちゃんお寿司なの？今日。え、私あれですよ。え、私家族と食べたんだけどさ。え、なっちゃんもお寿司だったの？え、なに？そういうこと？え、な、なに？え？な、え、私なっちゃんと食べてない。え、待って、な、え、なっちゃん、なっちゃん？今日の、あ、誰だ、誰の通知が鳴った？ね、偶然ですね。やば、すごい。なっちゃんに連絡しとこう。今日お寿司って。はるちゃん、あの家族とお寿司食べたんだけど。なっちゃんすげえ、偶然ですねこれは。私じゃない、え、私じゃない、誰かとお寿司ですよ。なっちゃんは誰とお寿司に行ったのか。いや、私か、第二の私と行きましたね。はーるちゅん、はーるちゅんって言ってくれんの、みんなありがとう。ね、どこでコール入れるんだろう。ちょっとさ、はるちゃんも動画で確認しとこうかな。なんかどこでコール入れようかなって。名前の時だけ全力でさ叫ぶ。パーティーのコール染みついてるのでって、すごい。パーティー公演すごいです。可愛く発見ありがとう。夏希ちゃんから10皿食べたとメールできたの。なるほど、え、すごっ。え、私も食べちゃったお寿司、同じくですね。パーティーのコール復習しなくても余裕で覚えてるの、すごいね。47皿食べたの夢で。なつきちゃん、今日お寿司食べたのって急に送ったらストーカーみたいだねって。え、待って、送っちゃったんだけど。え、え、ダメだったこれ。待って、消した方がいいこれ。今日お寿司って聞いちゃってんだけど、やばい。まあ、まあいいか。アウトだこれ、アウトのやつ、ね。こんばんは、ブザビット、ありがとう。沼にはまりに来ました、ありがとう。遅れてしまった沼にあまり行きましたって、ありがとう。かわいこ発見ありがとう。こんばんは。やっぱり目の調子悪いね。もうこうやってこうやって配信してればいいかな。こうやってなんか、なんでだろう、むくんだ、顔むくんだこれ。ポコー、まあ、むくんでるはるちゃんも愛してね。なんだろうね、二人の調子悪いっす ね。10巻食べたの。そうなの。はるちゃんが送信取り消ししましたって出ちゃう、やばいそれはね。え、なんで、なんで知ってるかって、はるちゃんはメール取ってるからだよって言っとこう。みんな教えてね。じゃあなっちゃんがメールで何したって言ったら、あ、目一重にすれば治る？治んなかった、ね、目一重にできるんだよ、すごくない？一重のはるかちゃんも愛してね。え、見て、え、どう？かわいい？あ、かわいくないって言われちゃった。ね、明日楽しみ。え、嬉しいですね。明日ね、楽しみですね、皆さん。ね、明日さ、
私何連なんですかね。234分に参加します。皆さん来てね、待ってるんば。楽しみで仕方ないですか。転送しますってね、あの結構ね、なっちゃんのメール転送してくれてありがとうございます。あの楽しんで読んでます、なっちゃんのメール。一重な方が好きなの？え、嘘。ね、じゃあ私の昔のハルチュンが好きっていうことだ。え、ねえ、これママチュンでしょ絶対、この携帯。ちょっとさ、マナーモードにしとこう。ハルの携帯だと間違えられちゃう。何のネタ？え、マグロですね。わかんない。中トロ？中トロ？おトロ？もう嫌になっちゃう。もうイケメンそうですか、ありがとう。あ、ぐんまちゃんのうちは分かりましたよ、可愛かった。あれ欲しいですね、はるちゃん。よしよしよし、どうですかね。あ、ルアーシーね、明日だもんね誕生日。どうですかね。あ、5連なんですか明日。ね、連ってどこに出てるんですかこれ。ひなたんの隣なの覚えてるって。あ、そうなんですか。はるかさんこんばんは、可愛い子発見ってありがとう。なるほど、モバイルにも載ってるの。ありがとう教えてくれて、可愛い子発見ありがとう。いけないってやだ寂しいじゃないか。明日いけない方多いのね。なんでこんな、あ、でも、まあ、まあ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 、次待ってるよね。まあ忙しいんですかね皆さん、ね、ゴールデンウィーク最終日。でももう実際にはもうゴールデンウィークじゃなさそうだね。もうなんかもうゴールデンウィーク終わった気でいるんだよね。もうただの土日になっちゃってる。新潟県入った、明日楽しみ、よろしくですって。あ、早いね。ね、その代わり6月行くって。え、ありがとうね。6月待ってます、最後なんでね皆さん。はるちゃんに会えるの最後ですよ。また会えるかもしれないけど、いや会えますねまた待って、6月最ね、6月そうね、おしゃべり会ラストなんでね、会いに来てね、待ってます。受付してます、開始されてます。どうですかはるちゅんのおしゃべり会。何何このさ、あの顔面に塗るクリーム何クリームって言うんだろうこれ。あ、保湿クリームだ、そんなね、ごめんごめんごめん、ちょっと保湿クリームをあのなんかちょっと乾燥してて困ってたらあやちゃんにおすすめされたの。それをねなんか買って使っ、あの2日塗っただけでなんかこんなトゥルトゥルになったんだよ。すごくないね、みんな会いに来てね、なんかね本当にトゥルトゥルになったからみんな会いに来て、これは本当になんでこんなトゥルトゥルになったのって言って、みんな。いや、ルアシの誕生日 だよね明日、うん、
明日楽しもうね。明日行けたら行くって、あ、じゃあ来てくれるっていうことだ。これは 99% 行けるっていうことですか、ね、行きますって。ありがとう。明日サッカーか、ね、サッカーも応援しよう。明日はバスケもあるのでね、みんなで応援しながら会場にいようね。明日行けないで。じゃあ6月待ってるね。明日妹もはるかちゃんのとこ連れて行くって。え、ありがとう。待ってます。寂しすぎをやったりとゴールデンウィーク。あいちゃんはゲームをやって喜んでおります。ゴールデンウィーク終わってから自分のゴールデンウィークなんでって。あ、そうなんですか。ね、可愛い子発見ありがとう。ん、あー、すごい。ゲーム楽しんでるね。顔面に塗るクリーム直球すぎるって。確かに。顔面クリームとかパイをぶつけられるのかとって。あ、違いますよね、それじゃない。あの、それはちょっときついですね。え、なんか今日なんか湿気で前髪やられてたのに、なんか家に帰ってきてさ、ちょっと時間経ったら前髪、ま、なのの戻ってる、ね、顔に塗るって言ってほしいって。あ、ごめん。ね、あ、ちょっと女の子らしくね、顔に塗るクリーム、あの、そう、あの、塗ってみたんですけど、すごいトゥルトゥルになりました、ね、ごま油でも塗ったのって。違いますね、違う、ね、肌に合ってるみたいね。あ、ルアシの誕生日プラスあの誕生日ですね。うん、誕生日ですね。明日になったら絶対トゥルトゥルっていうの忘れるね、全然忘れても私が言わせるわ。じゃあなんか私に言うことないって。あ、ルアちゃんの誕生日おめでとうライン一番乗り目指してるのって。いや、あの、起きてたら一番目指します。なんかはるちゃん最近あの12時前に寝ちゃって一回、それであの1時ぐらいに起きて、あの、あ、やっちまったなってなってるから、一番目指せるかどうか気になる。あの、うん、でも頑張りますね、起きれるように、起きてられるように。タイマー設定があればね、12時ちょっとちょうどに遅れるんだけど、ね、ムザミートありがとう。可愛く圧をかけるハルチュンさんね。ハルチュンさんってさ、これリリカが言ってる。ハルチュンさんって、ね、リリカにハルチュンさんって呼ばれてます。ハルチュンさん、こっちの方だと行けたら行くは行けない可能性が高いよって。本当ですか。ムダビットありがとう。ハルチュンお肌綺麗になったねって。え、ありがとう、嬉しいですね。そう、アネチュンさんにアネチュンさんにあれなんですよ、あの、なんか、あの、どれがいいのかを聞いてるね。残念ながら降格してしまいましたね。でも来シーズンもあの応援隊長として頑張って応援しますので、皆さんも応援しよう一緒に。明日聞かれても絶対忘れるやつってね、忘れちゃダメだよ。何のことだっけって言って会話終わりそうってね、絶対。え、でも私も聞くの忘れそうだな。ルアシらしいぜ。今朝の配信で誰が一番か予想してたって。え、誰一位だと思ってるみんな。
みんなは誰が一番だと思ってる？ちょっと待って、もうダメだ。ね、明日惚れ直すの、ありがとう。やっちまったな。おいしょおいしょおいしょ。トゥルトゥトゥルトゥル。可愛く発見ありがとう。絶対1年で戻ろうなってね。来シーズンははるちゃんは目標を決めたことがあるので、ぜひはるちゃん BB 見てね。ぜひぜひよろしければ皆さんはるちゃん BB 見てください、ね、1年で。あ、マネージャーさん、あ、マネージャーさん、あ、みんなマネージャーさん、何これ。ね、どう見ても妹が可愛くて仕方がないアネチュンさん。あ、アネチュンさんはね、そう、シスコンなんでね、わかんないけど勝手に言ってみた。え、みんなマネージャーさん予想なの？1位予想。なんで？なんでよ。じゃあはるちゃん頑張っちゃおうかな。23時59分59秒におめでとうって送るわ。じゃあそれダメか。フライングダメか、ダメか、ダメだったのか。スイスイも配信始めたって。あ、そうなの。あ、岡田社長さんが1位ですか。ムザミとありがとう。チェッチュン代表としてはるちゃんが一番でしょって。ですよね。はるちこんばんは。こんばんは。ブザビートありがとう。現地全通でしょって。さあどうでしょうか。でぜひはるちゃん BB 見てね。待ってます。待ってます。間違えました。感想、あ、違う。見てね。はるちゃんさ、ね、目、さ、チャオみたいなさ、目になりたい。わかる？チャオみたいな目になりたい。さ、このぐらいの、なんか、私、チャオ大好き勢だったんですけど、このぐらいの目になりたい。目大きくなりたい。無駄見てありがとう。お祝いのメッセージ1位予想。うん、トゥルトゥルトゥルー。ハルちゃん BB しっかり見るようにしますって、ありがとう。ハルちゃん BB いつ見るの、今でしょって。フライング気をつけますね。じゃあ僕にも頑張るチャンスをくださいって。ああ、じゃあ頑張るチャンスか。どうやってチャンスあげよう。あげとく。現地で応援してたけど合格決まった瞬間涙出そうでしたって。もう泣けた。泣きです。フライングダメ？ダメか。はるちゃんは寝落ちに1票って。もうこれは絶対送るわ。じゃあメンバーだとゆうなちゃん、はるちゃん1位予想寝てるでしょに全員納得してた。え、なにこれ。じゃあもう1番に送ってやるわ。もうこれはもうダメだな。みんな
みんなこれはもう全員外したいですね。全員ハルチュン予想してないのでね。これはハルチュン、これはもうでも分かんない、ハルチュン本当に寝ちゃうかもしれない、ガチで。明日早いんだよね、そういえば、ね、あキラキラのやつ、そうそうそう、ちゃおキラレボみたいな、そうそうそう、あの目もうキュルキュルのお目目になりたい。新潟帰ってきたの、おかえり。今日リリカ様のハンバーガー食べたの、え、そうなの。え、長岡行ったんですか。ブザビートありがとう、こんばんは。可愛い子拝見ありがとう。目でかすぎるとマモーになるよって、何ですかそれは。そういえばさ、ね、ショールームさ、なんかさ加工できるじゃないですか、ね、全部加工してみていい？これさやったことないんだけどさ、全部さエフェクトつけてみていい？なんかさ、なんか小顔とか目大きくとか、クマ取りほうれい線とか、瞳歯を白くするとかさ、全部あるんだけどさ、これ全部なんかルアシが一回やってみたことあるらしくて、でもハルちゃんはやってみたいからさ一回加工してみていい？これ、ね、変なスイッチ入りました、ハルちゃん。できる、そうそうできるんですよ。明日食べようと思ったのに臨時休業らしいから今日行ったって。あ、そうなんですか、ね、どうだった、美味しかったですか。あ、ちょっと待って、あ、曲がっちゃった。はるちゃん、あの燃えたので、燃えたのでちょっとあのエフェクトつけますね。いきますよ。まず、え、痩せ型から行く、どこから行く、瞳、なんか瞳っていうのをマックスにしますね。え、これ変わったの、これ何これ、あ、目がキラキュロキュロになった、え、分かんないなこれ。瞳ってやつ全部やったんだけど、次歯を白くしますね。歯白くなってる、ね、すごい歯白くなってる。ね、やだ、めっちゃ真っ白。じゃあ次ほうれい線なくしますね、これ。え、ほうれい線消えた、見てほうれい線消えた、え、ほんとだ、変わったわ。じゃあ次クマ取りいきますね、クマ取り、クマ取り、これ変わる、何これ、クマ取り変わる、あ、まあ確かに変わる。え、やば、何これ、やばい、もうこれで変わるじゃん。え、何する、次。いや、痩せ顔いくよ。エフェクトオフにした時悲しくなるやつって、確かに痩せ顔いくよ。え、何これ、あ、やばい、シュッとしちゃった、ね、何これ。え、じゃあ小顔いきます。じゃあ目大きくするよ、もうマックスいく、マックス。ねえ待って、配信あれ、配信見て、配信、ねえ、ね、これ見て、ねえ、あれちゅう、あれちゅう、マジで配信見て、これねえ、これ、これねえ、これ、あ、はるちゃんです。もう他になんかくっきりとか、なんかトーンとかあるよ、ね、くっきり、くっきりさせてみる、なにこれ、くっきりってなに、これ、なにこれ、もうないね。え、トーンアップしてみる、トーンアップ、あ、なにこれ、あ、あ、やばい、やばい、あ、なにこれ、あ、おねえ、なにこれ
めっちゃ明るくなったじゃん。やばいね。え、びっくりした。え、もう全部マックス。え、なにこれ、すごい。ね。ちょっと待って。いや、お姉ちゃんがさ、見たいらしい。いや、このままやんない、さすがに。私、痩せて目大きくなればこうなるんだね。頑張ろう、じゃあ。どう？え、痩せてもこうなんない？これなんないか。じゃあ目をちょっと消しますね。え、宇宙人になってるこれ。顔の横に、あ、顔の横に手持っていく。あ、じゃあもう一回、もう一回やるわ。ちょっとピクピクしてる。ねえ、手太っ。何これ。手太く見えるんだけど。え、やば。めっちゃ言う。なんか顎伸びる、顎伸びる、顎伸びる。ね、手を小さくできないですね。ちょっともう戻すわ。もう戻します。あ、現実戻ってきちゃう。あ、歯が、あ、現実、ああ、どんどん現実戻ってきた。あ、やばいやばい、現実戻ってきちゃう。や、あ、目ちっちゃくなっちゃう。やだ。あー、顔が、やだ、小顔が消えちゃう。あー、なんやこれ。いやー、もう、なんか顔がでかく見えるな。現実を見てしまったようだ。あ、普通が一番って。 ありがとうございますね。ブザビタ、ありがとうね。宇宙人すぎた、さっきの。でも面白かった ね。他のメンバーもね、やってみたらいかがでしょうか。現実が一番いいですか。よかったです。なんか宇宙人のハルチュンの方が可愛いですねって言われたらもう終わってましたね、ハルチュン。宇宙人のハルチュンが一番可愛いですって言われたらもうずっと格好してますね。じゃあ適度にね、なんか1週間に1回加工ありでもいいかもしれないね、宇宙人加工。ね、こんばんは。遅くなってすみませんって。あ、全然大丈夫です。来てくださってありがとうございます。ね、後で食べる。普段のはるかさんの可愛さ再認識しましたって。ありがとう。でみんな拡散しといてね。こういう子がアイドルですって、宇宙人アイドルやってますって
言っといてください。オリジナルしか勝たん、嬉しいですね。ね、嬉しいですわ、それは。ね、エフェクトかけるとね、ギャル化するんですね。可愛い子発見ありがとう。こんばんは。そういえばさ、あ、ガサガサしてるのはるかちゃんかと思ったって。あ、違います、あのママちゃんとアーネちゃんが今近くにいるので、あのその二人がガサガサしてますね。今日ははるちゃんが一番可愛いですって、ありがとう。富山の NGT 法廷と推しの知り合いにはるちゃんのことたくさん話してるよって、ありがとう、嬉しい。ね、あやちゃんがガサゴソしてます。ハッシュタグ宇宙人アイドル、宇宙人アイドルしか勝たん。あ、部屋に宇宙人いるわけではないですね。あ、エイリアンいるわけじゃない、そうですね。すいません、あのメールに送る写真を今撮ってしまいました。取って出し写真です。今日もこんばんは、こんばんは。あのはるちゃん今焦ってます。あと11分12分で、はるちゃんもう人生が終わるみたいです。メールの人生、ね、ちょっと今日は逆さまから撮ってみるじゃん。あ、やばい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 、事故る。なっちゃんの壁の絵モデルははるちゃんって、何、え、何これ、何、なっちゃんの壁の絵って何、ちょっと見に行こう。ねえ、何これ、豚坊ゴンの助、これ私ですか、これ私、確か私似てるかもしれないね。じゃあこれはるちゃんだ、これ。メール人生より絵を優先しないで。いや、ごめん。こんばんは、可愛い子発見ありがとう。え、最近ね、そうなの、両立できるようになった、両立できるようになった。なんかさ、はるちゃんさ、最近さ写真より動画をさ撮ることが多くなってさ、動画を送りたいんだけどさ、送らないじゃんメール。だから早くなんか動画を送るなんかを欲しいですね。明日の配信何時だろう。ね、なんかすごいなんかお宝動画的ななんかさ動画がさいっぱいあるんだよ。これを皆さんに見せたいんだけど。
ね、見せれないまだ。ちょっと面白い面白い動画を、いや TikTok には見せれないでしょ載せれないよ、やばい TikTok、 あバズるかな、ね、バズったら面白い。まあ、これは私の動画というか、あのベルちゃんの面白い動画。うん、あ犬です。ね、やばい。はるかちゃんじゃない、あはるかちゃん、はるかちゃんの動画もある、ね、よし、ね、明日配信全力配信、確かに最近ねあれですね、全力、あ大丈夫ですか全力配信ないですね。ねー、明日ハルチュンの顔を見れると思うと興奮して、今夜は眠れないかもって何かハルチュンが、ハルチュンがねお菓子を食べないって言ったら、姉ちゃんが代わりに食べてくれてるお菓子。初見ですって、ありがとうございます。みなみかはるかですね。明日って何時にする？配信夜中？え夜中夜ね、朝は厳しいよね、準備してるから。はるちゃん何時なの？ボリボリやってるのって。よし、やばい、くしゃみ出そう出ましたあよし、あっだって美味しそうな音がするって、なんか突っ込まれたね。美味しそうな音がするのは姉ちゃんです。今はエビせんを食べてます。言っちゃった。えしけてんのやばい、はるちゃんが全然お菓子食べてなかったやつを消費してくれてるから、なんかしけってるみたいです。すみません、はるちゃんがちょっと無駄にしてしまいました、えびせんを。泣いちゃってるわ。 ASMR、 あ真夜中は運転中なので見れないって。あなるほど、ね、真夜中はやらないですね、できない。おやすみ。フードロスもったいないからそのお菓子もらうよって。ええこれ、え
ビセンのこと食べかけるそういうこと、あげよっかこれいやもう食べてんじゃん、もうえ、はる、はるお菓子禁止なんですよ、はるちゃんは。オークションする、え、いくらいくらから、じゃあ、あの0円から始めましょう。無料でもらってくれる方、ね、いただきまーすって、あ、いただき、え、待って1万、え、ね、早い早い早すぎる、早い上がるの早い、もう30円20円、もう下がっていってる、下がっていってる、オークションって上がるものじゃないんですかこれ。あ、はるちゃんです。寝る前にエビセンを食べたくなったので今だから買いに行きますねって、嘘買いに行っちゃう。100万、え、高っ。これで45字って何、100ペリカってなんだ、どこのお金だ、あ、10円、あ、下がっちゃっためっちゃなんかみんなノリいいね、イエイ、ねえ下がっちゃった、諦めて、おしゃべり会に回すことにしますって諦めちゃった、ガチャに入れといてって、アネちゃんのサイン入りかな、じゃあアネちゃんのサイン入りっていうことにしときましょう。じゃあで50ティティって何、ティティって何、私ペイペイなら知ってるよ10億ジンバブエドル、なんだそれ、500円くれたら引き取りですか、え、私が払えばいいじゃん、引き取ってくださいって、なるほど、あ、待って、あと1分だ、ダメだ、そうだ今日11時ダメだ、11時までだ。それでは、焦ってるけど今からランキング読みます。13位からいきます。13位ギバチュン、ありがとうございます。12位ノブさん沼チュン、ありがとうございます。11位ヒロン沼チュン、ありがとうございます。10位ニシケイチュン、ありがとうございます。9位リーチョンズチュン、ありがとうございます。8位サリオチュン、ありがとうございます。7位ビールマラチュン、ありがとうございます。6位ケンジチュン、ありがとうございます。5位チーボーチュン、ありがとうございます。4位坂井沼秀一チュン、ありがとうございます。3位ハヤトチュン、ありがとうございます。2位ユキチュン、ありがとうございます。そして第1位はトゥルルルルトムチュンです、ありがとうございます。そうだ今日は11時からあの日向まつりさんのなんだっけ、なんて言うんだっけあれ、カタカナ、あのウォッチングだ、それだ、ウォッチングがあるので、じゃあ皆さん今日もありがとうございました。また明日会える方待ってます。おしゃべり会も受付 NOW です。おやすみなみかわ、ありがとうございました。おやすみなさい、またね、バイバーイ。